もう来るぞ、もう来るぞ、もう来るぞ。はい、今ここです。はい、わかるかな、北口駅。なかなか来ないね。はい、入ってきました。南條先生かね。あ、王子駅一両、二両編成やね。二両編成でございましたか。入っちゃった。昔は蒸気機関車なんか上がれなんでね、九州幕は阿蘇で経験、あの乗った経験あるのよ、阿蘇で。阿蘇行った時ね、昭和の時代になんか長いこと時間かかるわね、あの行ってバックしててね、うわーすごいねこれ、北口駅、駅舎無人駅でございますからね。駅舎入ってみましょうか。はい、誰もいません。で、これが、これなんだ、入場。あ、電子決済かね。すごいことになってるね。はいはい、こんにちは。切符売り。なるほど。はい、これわかるかな、切符売り。売り、自動販売機か。なんていうの ?JR 切符売り機?なんちゅうかわかりませんけど。これなんかこれ。これは IC カード。あー、行こうか。なるほど。これ白なんだね。え、どこがどなんと届けるこれ。今後さん?今後さんかもしれんな。今後さんかな。はい、こんなんでね、近代の販売機があるんやけどね。わあ、ここにほら、運賃よ、天王寺まで何もかんの、天王寺まで990円、案外安いもんやね。えらい秘境に来た思うたけどね。ここに時刻表を見てみましょう。時刻表がね、朝5時から23時まで。5時は1分だけか。56分はどこ行くんだよ。快速でどこ行くんだろう。快速なんだ。あ、え、何倍行くかね。あの6時台が2本、7時台が3本、8時台1本、9時台が2本。あら、10時台が全部1本やがね。21時が2本。え、昔はほとんど2本ぐらい走んなかったっけ。つい最去年ぐらいまではね、だいぶ減ったね。五条方面もあんま変わらんな。五条方面なんか7時台なんかあれへんやんか。へえ。その代わりに18時台とか20時台は2本ずつあるのかいね。23時台まであろう。で、線路でございます、線路。これ北海道まで続いてます。北海道まで、これがね、ここから北海道まで。九州は鹿児島まで進んで、あの鹿児島本線の鹿児島行くまで、ね、ずっと行きます。これで ホームの長さが150メートルありますからね。ほんで電車来たのはね、2両編成でしたわ。だから2両編成やからほとんどね余るんですわ。これは150メートルあるから6両ぐらい止まるんじゃないかな。6両編成ぐらいはね、もっと止まるか。これ一番南でございます。南の橋、
ーっとこっち見るとね、これなんだろうね、これドアとか見えんねやろな、見れるんでしょうね。はい、まだちょっと時間かかるか。ちょっと雨が降ってきたんで、ちょっと駅舎入らないかね。駅舎入りましょうか。なんかここで、ね、どうもわしのイメージあるのはね、この線路が何本か3本か4本あったような気がするんだけど、勘違いなければ。まあぼーっとして見てるからな、そんな興味もなかった時代やし。ただ水池箱がどうのこうの言うから来たんやでな、乗ってわざわざ。どっちから来たんやろな。高田方から来たんかな。あんま覚えてないな。ほんで2、3年前は一回こうね、大回りしたことあるんだけど、高田からどう行ったんかな。高田から和歌山行って、天王寺行って、で王子行って、そしてどういったっけ、奈良行ったんかい。で奈良行って、そこから大和湯線で奈良行って、ほんで桜井線やな、あれ何ていうのかな、眞秀線か、眞秀線で高田の一行先まで行って、ほんで降りたんやね。これで220円やったかな、所要時間がどれぐらいかかったかな。朝何時ぐらいだったかな、10時ぐらいの便だったかな。帰ってきたのは、まあ、JR でちょっとね、どこやったっけ、奈良駅でちょっと休憩したけどな。それで帰ってきたのは4時ぐらいやったか。ね、そんなやったな。そんなこともやりましたね。もう今あんなことやらへんけど。これ150メーター歩くだけでも疲れるわ、これ。ね。和歌山行きでございます。和歌山行く普通やね。2両編成。2両編成でございましたか。ワンマン。はい、発車します。はい、はい、さよなら。次は五条でございます。ここね、車で通ったことあるけどさ、ここに駅があることさえね、いつも分からへんな、見てへんから、ね、150メートルあるんですよ、このね、ホームだけで。昔はここね、2本か3本線路あったと思うんやけどね、今1本しかないですわ。ほんでこれが高田方面ね、これずーっと上がっていくと、辺に水池箱があったんだよな、ずーっと上がったところへんに。もう今、見当たらへんでな。ああ、わかりませんね。はい、わかりました。もうほとんど乗ってないもんね、人は。残念なことに。あ、藤田家住宅どこあんのやろ、これ。藤田屋住宅。
金剛山と古い登山道。はい、こちらが北口駅でございます。JR の北口駅。これ駅舎でございます。で、無人駅で誰もおりません。はい。で、その横にね、トイレがあります。こじんまりとしたトイレがね。こちらトイレです。1時間に上下で1本ぐらいかな、今の時間、昼の時間は。そんな状況でございます。はい、ありがとうございました。北口市からでした。